5月2日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送、飯田浩司の、オッケー、アップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、5月2日、まあ、今週は今日と明日がまあ一応は平日というふうになっていて、そして明日から、あ<ー>、あごめんなさい、今日と昨日と今日か。 が平日で、まあ明日からね、えー、祝日という形になりますんで、んまあこの二日休みはね、9連休だって名前から言われてましたけれども、まああの、街の感じを見ているとね、やっぱちょっとのんびりしてるのかなというような、えー、感じが見て取れますね。まあ今日の夕方ぐらいからね、いろいろ人も動き出すのかなという感じ。あ、はい、あのー、まあ 公立の,ね、あの小学校うちの子供も通ってるところなんかもやっぱり昨日と今日は、ねうん、普通に授業があるんでだから、あのー、少年野球やってるで、えー、パパ友、ママ友短歌と話すといや、あの2日の、ね、今日の夕方から、えー、帰省するんですよみたいなで、まああのー、コロナもいろいろあったんで、はい、もう本当3年ぶり、4年ぶりの帰省なんです、うん、なんていうね、えー、人もいてあそうですかとまだ3、4年ぶりってことになるとねうちの子供なんか小学校3年生 んで同級生たちはうん小学校上がる前の姿しか知らないね<ー>おじいちゃんおばあちゃんいたりなんかしてうかようやく連れて行けるんですよみたいな、ね、びっくりですよねおじいちゃんおばあちゃんこんなに大きくなってってなりますよねそうなんだよねやっぱこの三年間っていうのでいろいろこうね、えー、変わってしまってるよなと、はい、そう子供の成長は特に早いからね早いですよねそうなんだよんでもやっぱね聞くとあの新幹線とかももう結構早めに取らないとお埋まってますよ。 とかね。<ー>ああ、確かに、あのー、私ね、品川で研究校に乗り換えて家に帰る。ですが、ガラガラ引いてる人いっぱいいるなあって、ね。よく見かけますね。そう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 。うやっぱさ、街のペースがさ、ちょっと落ちる感じはね。<laughs> まあ、あのーふ、ほんわかしてていいなと思うんだけど。<laughs> はい、もう、いつもはさ、この品川駅の乗り換えなんていうと、もう、入り乱れるわけだよ、ね。そうですね,ね。で、入り乱れて、みんな結構こう、あのー、血走った目で。 なんか特にそうなんだけど、<laughs> 1>, もう1分2分の乗り換えでダッシュしてる人とかもいたりするんだけど、はい、まあこの時期になるとちょっとね、あの、緩やかな感じで、ね、えー、気持ちも、私も緩やかに行かないとな、みたいなね、<laughs> ええことを思いますが、ね、あの、 連休のさなかでありますけれどもいかがお過ごしでしょうか、まあ、結構ねガラガラ引いてらっしゃる方は見るとインバウンドというかね,ね<ー>外国の人も多いこのままね日本層の周りっていうのもいや銀座すごいですよ すごいね。ん金曜日の夜、ちょっと用事あって、銀座界隈を歩いてたんですけれど、ああそれこそ本当にたくさん見かけましたし、道に迷っている方いらっしゃって話しかけて、うん、あ、よかったら、じゃあ途中まで一緒行きましょうかなんて言って歩いてたんですけど、ほうほうあの、おじ様とおば様で、どちらからいらっしゃったんですかって話したら、うん、デンマークから来ました。ほう、デンマーク。デンマークからってな、長かったですよね、日本に来るまでって、そうなのよ、みたいな、もう十何時間かか,かってね、みたいな話とかちょっとしたりして。ーそっか。うん うん、あのー、そう、デンマーク首都コペンハーゲン。はい、コペンハーゲンには、結構あそこも、乗り換えがしやすい空港があって、ハブになってるので、<ー>デンマークのね、コペンハーゲンの空港。<笑><笑>なので、あの、コロナ前はね、結構あそこを起点にしてっていう、安いチケットがいっぱいあったので、スカンナビア航空っていうのが飛んでいたので、<ー>そうそう。なのでね、あのー、結構出張であそこ使うよなんていう人もいたんですけど、今はシベリア上空飛べないから、 かえってね、<ー>北欧の方っって遠回りになっちゃうんだよねそっか、そう,そうですよね私、昔あの、格安でヨーロッパ旅行しようっていうと、あのフィンランドのね、ヘルシンキってところも羽ブになるんだけど、<当>シベリア上空飛ぶと、あそこまで10時間かからずに行けたのよ。ふーん 今はなんか、こう、北回り航路通るか、南アラぐるってあるかで、結構時間かかるんだってことで言われて、へーなんていうね、確かに私の大好きなですね、フライトレコーダー24っていうね、フライトレーダー24っていうサイトで、あの、リアルタイムでどこにこう、どう飛行機が飛んでるかって見られるんだけど、あれをこう、地球規模で俯瞰してみることができるのよ。で、そうすると、あの、ぽっかりとこう、ロシア上空だけ空いて、ウクライナ上空だけ空いていて、その辺がやっぱりこう、時代を感じるね、というところ。 なんですけれどもまあゴールデンウィークね、えー、いろいろ旅行に出かける方もたくさんいらっしゃるかもしれないしもうすでにそういうこう車の中で聞いてるよって方もいらっしゃるかもしれないですよまあまああの怪我がなくねえーえー、無事で帰るのが運動会とか無事で帰るのが修学旅行だって言いますけどね無事で帰るのがゴールデンウィークですからね、えー、のんびり行きましょうそして今日お仕事の方一緒に頑張りましょう頑張りましょう あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この o、OK、コー事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんですえ。まずは昨日5月1日がメーデーであったということでうん、物価上昇分を上回る大幅な賃上げについてというニュースです。えそれからニュースシ時またぎは全米従業位のファーストリパブリ アフリックバンク経営破綻と、えー、JP モルガンが即座にまあ,あ救済合併という形になりましたけれどもまあこのアメリカの金融不安について、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理アフリカ歴訪中二カ国目のガーナに到着したというニュースそしてウクライナ情勢犯行準備化、えー、ウクライナの戦車230台が到着したというニュースも入ってきておりますそれからあ教えてニュースキーワードのゾーンはスマホ決済のペイペイ えー、ペイペイカード以外のクレジットカードの利用を8月から停止へというニュースが入ってきました。そして、えー、スクープアップでは G7 デジタル省会合について信頼できる AI 推進へというニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです。 メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは 0, 0 5 7 0 0二1二4 2 0 5 7 0 0二1二。4 2ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。 いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。 えー、今日の一面トップざざザーザーっと見ますとお、西一面がですね、あの後ほど取り上げますアメリカのお地方銀行、えー、ファーストリパブリックバンクが経営破綻をしたとおいうこと、まあその影響等々というところで、えー、一面です。読売新聞アメリカ銀行14院破綻 JP モルガンが買収3月から3件目、えー、それから日本経済新聞もおアメリカ地銀 FRC 破綻 JP モルガンが買収した 規模過去2番目ということですけれども、まあこの辺りは、ねえー、今日のコメンテーター経済アナリストジョセフ・クラフトさんと、えー、後ほど深めていこうと思っております。 えそれからまあ各紙、このところ特集でやっているのが新型コロナ対応まあその検証というようなところでえ毎日新聞今日の一面トップはあ政府専門家役割明確にという尾身茂新型コロナ感染症対策分科会長のインタビューというのが出ておりますリスクコミュニケーション課題ということであります。 うまあ、このね、政治と専門家の関わりについてと、まあ、今回の新型コロナに関しては、まあ、これはあの、えー、今、千葉県知事をされている熊谷さんが指摘されています、ネット上で、ね、結構指摘されていますけれども、まあ、あ専門家をこう前面に出して権威づけをしてと、まあ、それが説得力につながって、そして、えー、人々の行動変化につながったという意味では、当時はそれでよかったのかもしれないけれども、結局、その後、 えー、いろんな、利害関係者を調整するという政治の役割をそこで放棄してしまったのではないかと、す、え、べ、ー、てが感染症対策一辺倒になってしまったのではないかと、こういうようなですね、えー、指摘をされていて、まあ、このあたりも含めた、えー、総合的な検証というものが本来は必要になってく、えー、るんじゃないかということです。えー、それから朝日新聞一面、えー、復興拠点戻った人1.2%、えー、避難指示福島6町村すべて解除、帰還困難区域92%なお規制と、 こういうい記事が載っておりますでなんかこの見出しだけ見るとね、えー、福島のその浜通り福島第一原発のあの事故によって、えー、まあ放射能汚染されてしまってなかなか入れなくなってしまったあれから12年余りが経って、えー、まだ1.2%しか帰ってないのかみたいなふうにです、ねえー、なりがちなんですがこれ、記事よく読まなきゃならないというかよくこういう見出し作りつけるよねというところは、えー、そもそも王論としてまあ かつて、えー、警戒区域という形で、えー、入れなくなったところがありで、えー、そのうちいい避難指示会場準備区域等々ということで、えー、区域が再編されてですねで徐々に人が戻ってきているというのは確かにその通りで,でその中でも汚染がひどかったところが、えー まあ、帰還困難区域というふうに指定されたでその帰還困難区域の中で、まあ、帰還困難区域の中なんだけれども特に集落等々、ね、家が残っているようなところというのはもう1回あの除染をしっかりするなどしてです、ね、人が住めるようにしましょうということで特定復興再生拠点というものをいくつか指定をしてでそこに関しての えー、帰還があ,あのー、なんでこの記事が今日出てきたかというとですね昨日付けで、えー、そのうち福島県の飯舘村の特定 復興再生拠点に人が住めるようになったんだということがきっかけで、で、あのまあ確かにここはですね、もう12年間ずっと人が立ち入れない状態が長く続いていたというところであるので、まあなかなか人が戻るというのも今すぐにというわけにいかないと。で、特定復興再生拠点というもののをして、そして人が住めるようになったものそのものがですね、一番早くても去年の6月12日の福島 造村の例なので、まあ、あそう考えるとですね、まあ、去年から今年にかけて徐々に解除されていってえようやく立ても解除になったよとこういうところなんで、うん、んそもそもがですねこれ,これから先の話であって今戻った人が1.2%。今あ ね、あのその地域に住民登録されている方の中でというのもまあ致し方ないところだしこれがその福島・浜通り全体の話ではなくって特に汚染のひどかったところの話なんだということが記事を読めばわかるんですが見出しだけ見るとそうじゃないような捉え方になっちゃうよねというのはこれ、前から言われていることなんですけれども。もん どうなのよと見出しの付け方としてというところがあります。で、あのー、例えばね、福島の、まあ、第一原発のお立地自治体の双葉町であったりとか、大熊町であったりとか、徐々に徐々に人は戻ってきていて、ただ、あのー、それがですね、震災前と比べるとというとなかなかそうはいかないと。まあ、これはもうね、いろんなあ形で、えー、取材をすることでもリポートを私もしてきましたし、あのー、新岐アナウンサーもね、えー、そこに移住する人たちのおことを、えー 間取材してきてくれてで3月に、ねえー、富岡のワインドメイヌであったりとかいろいろ、ね、取材してきてくれたもんね。はい、そうですね,ね、うん、でもやっぱりこう、ね、なかなかあのすぐに戻るっていうわけにもいかないし、まあ、インフラの整備とか、うん、学校を作らないと子どもたちはなかなか来ないよねとか、まあ、行政もそこを一つ一つやっていこうっていうのはね、えー、姿勢としてはあるもんだよよねねそうですよ、ね、あとやっぱりいろんなこう企業の誘致だったりとか、うん、ワインドメイヌみたいに新しい事業をここで起こしていこうってその可能性を感じて。 あの移住をするっていうこう決断というか、うん、そういう気持ちでねいらっしゃる方もいるのでだからまあその辺っていうのはなかなかねあの一朝一夕にいきなりどかっと1万に戻るみたいなことがあるはずもないので、うん、まあそこを見なきゃならないのにこういう見出しが出てくるとあ 福島はやっぱり人が住めないのかみたいなイメージをね抱くとそれは全くもって未知りだし本来メディアはそういうことはしちゃいけないはずなんだと私は思います。なるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。い,ますいやー、あのー、もうね、ゴールデンウィークに入ってということで、野球は開幕からもう1ヶ月余りが経ちますけれども、はい、ジョセフさんは、 ベイスターズ等でいいらっしゃいます前回出演させていただいたとに、ちょっと2連敗中だったんで、ね、<ー>開幕、はい、ちょっと立て直して、一安心ってところですかね。いや、すごいですね、連勝の真っ只中じゃないですか、もう先週負けなし。いや、まあ、これからですね、ますね。<laughs> <laughs> その上、またね、サイ・ヤング賞投手のバウアーがこれから上がってくるじゃないかと。 そうね、これ手つけらなくなっちゃうんじゃないですか。いやいやいや、そんなまだまだ油断は禁止。<laughs> いやいやね、今日から横浜スタジアムで広島戦。そうですね。また今日天気もいいしね。ね<え>まあちょっとね、あのー、胸を借りるつもりで頑張りますでおーおー。余裕が、<laughs> 余裕が <laughs> 余裕が見えるというとね <laughs>、えー。ショアプライターは巨人とヤクルトの試合よね。東京ドームから、えー、トゴとサイズニードの先発。今日は江本さんとモロカマサ。 アナウンサーです。ぜひこちらもお聞きい,いただければと思いますがさあまず、ですね、ジョセフさんと取り上げていくテーマ「メーデー」まあ、5月1日ということでまあ昨日はメーデーであ とお物価上昇を上回る大幅な賃上げを目指すという命令宣言、えー、全労連の中央命令で採択されたと、まあ、この賃金との関係って、この先、どうなってくるんですか、ね、あの岸田政権が掲げている賃金上昇を生じる、これ、えー、ポイントが、ですね春闘で、えー、賃値上げが大体いい、賃上げが5%ぐらいと、非常に堅調だったんですけど、うん、あれは、はいえー、主に大企業。 で今回の,あのメーデーに関しては、中小企業が中心で、うん、ご存知のように、中小企業が雇用の7割を占める、はい、だから本当の記者政権が抱える掲げるあの賃上げに関しては、ここで中小企業が上がってこないと意味がないということで、はい、総理自ら えー、9年ぶりですかね、はいえー、現職総理が参加して、連合のメディアの、ねえー、イベントには参加したそうですねでもう一つのポイント、アピールポイントは、はい、やっぱり政権と、えー、その組合側が一体となって、賃上げを推し進めるっていう、まあ、政労使会議を8年ぶりに開催するとか、いろんな政労が共に協調して動いてるということをアピールしてるっていうところが一つきょ、あの 特徴です、ね、うんまあね、あの旧来的なその自民党というか保守、保守系の政権の場合は、政、うん、と市、経営者側が、ねうん、一緒っていうようなイメージがありましたけど、最近、それもだいぶ変わってきてる感じですか、ねあのー、結構変わってきてるし、まあ、政局にも意味があって、やっぱり、あのーはい、労働組合、どちらかというと、野党側につくことが多い、うんはい、これを取り組むっていう。 えー、その狙いと同時に賃上げを、うんえー、進めていくという一石二鳥みたいな感じで今、政権が一生懸命、えー、取り組んでるということだと思います前々から言われていた最後の一ピースがこの賃上げなんだとななかなかそこに行かなかなったですもんね、えー、これでうまくいき、はい、なおかつ来年、もう一度あの、うん、春闘そして、えー、中小企業の賃上げが堅調、うんえー、であれば ばいよいよ金融政策も修正されていくということなんで、あ<ー>まあその土台として、今回の、はい、まあ中小企業の賃上げというのは非常に重要だなと。 先週は日銀の金融政策決定会合があって、えー、物価だとか経済情勢の展望も出てきました、あのその中で、うんえー、消費が徐々に回復してきていると、うんあのー、コロナで、ねえー、使えなかった分が出てくるペントアップ需要という言葉も使われてましたけれども、はいうん、この辺はまはあ、継続的にとか、そこはね、まだあの要注意で。うん、基本的にアメリカを反対、はい 今年から 9, 月9ヶ月ぐらい遅れて日本は動いているとで、アメリカもコロナ明けの頃は需要が非常に高かったと、はいえー、それがただだんだんあの、はい、インフレ上昇とともに、えー、消費も鈍化していくと、おそら,らく日本も、はいえー、同じ道をたどっていくんだろうなと、したがって、まあえー、1年先には、えー、消費はある程度、うんえー、鈍化していく。ただその分、はい、インンバウンドが あ補っていくと今でもすごいんですけどまだ中国人が来てませんから、はい、確かにそうですねこれから中国人が来るようになるとうん相当インバウンド消費が、えー、顕著になってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね、えー、まずはメでそして足元日本の経済についてお話をいただきましたジョセさんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします6月25日日曜日 日本最大級の討論イベント開催飯田浩二の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峰村健二小泉結高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中 共同東京までお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事 i アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さん ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください 指示をまたいでこの時間からニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地5月1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ46ドル46セント安い34千ンび51ドル70セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は13.98ポイント下がって12,212.60でした。一方、円相場は1ドル137円50銭付近で取引されております、えー。アメリカの利上げが長期化するとの観測で長期金利が上昇したことに伴って でマイクロソフトなどハイテク株が売られ、反落したということが言われておりますが、まあ、寄り付きは上がっていたというところでしたそうですね、えー、まあ今週、えーと、日本時間の4日、えー、未明に FOMC、はいえー、がその金融政策を発表しますので、おおむね0.25%引き上げると、はいで、ポイントは6月会合でさらに引き上げがあるのかないのかのメッセージ。はい、まあその直前でマーケットが があるないで右往をしながら上がったり下がったりっていうところだと思いますけどね、ええ、あここのところはちょっとした何かこうね、えー、FOMC の参加者の発言だとかちょっとした指標でピョッと上がったり下がっったたりり下しますか、あのー、いずれにせよ6月は上げるかもしれないけどもうそろそろ、えー、打ち止めがもう視野に入ってきたと。 ということなので、えーまあ、そこにきてアメリカは高い金利のまま日銀は利上げと、はい、いうかあ<ー>まあ正常化しないはい。 そうすると、日米の金利差がまあ開いたままで、円安という状況が続いて、円安がまあ逆に日経を下支えしていると。うん。日経平均は年初来高値をね、更新し続けているというところで、まあ、それは、やっぱこの一路137円台の中まで来たと、うん。久しぶりにね、7円台来ましたけどね。はい。えー、では、アメリカの経済、こちらのニュースを取り上げます。 全米14位のファーストリパブリックバンクが経営破綻。アメリカの FDIC 連邦預金保険公社は1日、経営不振に陥っていたファーストリパブリックバンクを閉鎖し、銀行大手の JP モルガンチェースが全ての資産を買収することで合意したと発表しました。ファーストリパブリックバンクの資産規模は2022年末時点で全米14位でした。 3月に破綻したシリコンバレーバンクを上回って史上2番目の規模の銀行破綻となりました、えー、今年3月以降2ヶ月間で3件目だということが言われますがこういうニュースが、まあ、あの昨日の、ねえー、昼過ぎにバンと入って、えー、株下がると思ったら、まあ、それほど下がらなかったという反応でした、ねあのー、ポイ最大のポイントは、えー、この破綻が金融危機、はい えー、システムクリスクにはつながらないということで、実はもう、昨日どころか遡って金曜日に公的整理に入ると。はい というこが発表されたんですけど、その日は、S&P が0.8%、S&P の銀行セクター指数が2.6%、上がってるんです S&P、スタンダードプアーズといいますか、日経平均的な株式指標トピックス的ですね、ダウジョーンズが日経だとすると、トピックス、S&P というくぐりで。 持っていただければとまあ相場全体の流れが見えるものと要するに、はい、え流動性の問題であってうん、うん、リーマンの時に資産価値が大きく目減りしているような状況ではないと、うん、ですから市場としてはこれはファースト・リーパーブリック一銀行の経営問題であって、はい、システム全体があのその揺らぐということではないという反応で昨日もあの株式がまあ顕著な調な。 えー、大きいということで<ー>、まあ、これからも、はいえー、何社か弱い銀行が破綻していくことは予想されますが、はい、それが金融システム全体を巻き込むような<ー>、えー、混乱には至らないということが、まあ、今回の 最大のメッセージあともう一つは SBV シリコンバレーバンクの時は、はい、まあ唐突に発表されてびっくりして、えー、当局の対応も早かったんですけどバタバタしていた、はい、今回は週末で JP モルガンがパッと買収、はい、SBB のは買収誰も手を挙げなかったんですけど今回パッと来たってことはもう事前に準備されていたっていうことだと思います。えーはー,できレースじゃないんだけども,、えー、もうある程度ファーストリーバー もう先月からあのいずれはっていう思いで、はい、あの当局も思ってたんで、まあ、裏でおそらく JP モルガンをと話していざの時には入ってねとで今回入って。 買収されて守られたという、まあ、そういう安心感もあったと思いますねあ、まあ、このシリコンバレーバンクなど、まあ、二銀行の破綻の時に、うん、えこのファースト・リパブリック・バンクには、うんあ、銀行各社が預金をするんだということで、うん、ううとですで、ね、に資金の、ね、融通というか、支援やってましたもんね。 だからまあ、あのシリコンバレーとシグネチャーっていうのはシリコンはデジタル、えー、シリコンバレーでシグネチャーは、まあ、ビットコインなどの暗号資産に特化してた銀行で、はいまあ、特別なルールファースト・リバブリックが、まあ、いわゆる 普通の地銀<ー>、えー、のような、だからそこは急にあの破綻すると、ちょっと慌ててしまうというか、金融市場が揺らぐので、<ー>当初はあの介入に入って、はい、まあ徐々に時間をかけて、今回の、うんえー、整理、破綻。 っていうことになると思いますね。ああ、なるほど。その、まあ、預金を預けるってことで資金融通をして、で、その後一三月期の決算出たら。やっぱり預金が流出してるよねみたいなのが出てきて。はい、そうまあ、その辺も見越して<っ>、準備をしてるという感じですか。あの、一点だけ、実は、はい、シリコンバレーのような。えーえー、その出来事は日本じゃ起こり得ないんですよ。おお<ー>、こ<れ>起こり得ない。はい。 でなんでアメリカはこういうことをやらないのかっていうことは、うんうん、日本では、決済預金っていうのがあるんですね。はい、で、<ー>金利がつかないんです。で、あのー、アメリカだと、企業が預金を持って、そこから従業員の給料を払ったり、はい、大きな金額になりますよねうん、うん。で、そこは普通の預金通り保護が限定されてるんで、はい、それを上回る額は、えー、保護されないと。で、当然企業は、 月間の大手企業なんてあの給料高いですからす、ね、保護枠を、はい、日本の場合は普通預金出すと金利がつくんですけど、はい、保護金額が限定なんです、ねねうん、決済預金は金利はつかないけどうん、うん、全額保証なんですなるほどだから企業はそこでもう入れても大丈夫という安心感があるうん、うん、なるほど、えー、市場またいで続いていきます さあ,あ、アメリカとね、日本の銀行の、まあ、決済というか、企業が銀行にお金預ける際のその決済制預金というもののお話がありました。金利がつかない代わりに保証が全額と。だから今回のも結構その、企業だとか大口の預金者が危ないぞってなった時に、 引き出しちゃったんで、んで手元のお金なくなっちゃって、銀行が融通できなくなったみたいな、ね、そういうことなんです、だからその安心感は、日本がどうしてそういう決済鉱山を設けてるかっていうと、はい、90年代の銀行金融危機を経験してるんで、その時に考えた末、こういう決済鉱山を設けた方がいいとういうことなんです、アメリカは、リーマンの時は不動産の問題から始まって、ちょっと性質が違う。う だから、うん、あのそういう決済口座は設けられてないと、それで今回、危ないということで預金が出するという状況を招いてしまったと。 なるほど。だからこそ、まあ、あ、他への飛び火っていうよりは、うん、その銀行の、まあ、お客さんの特性だとか、そうですね。そういうところの話になってくるそうですね。まあ、あと、日本人の性質柄何かちょっと危ないと、預金は大丈夫だから、はい。っていうのが根強いですね。はい、アメリカの場合は、預金も危ないっていうのがあるんで、<の>すぐ引き出そうとするんですよね。ああ、うん。だから、日本の場合はそういう安心感が、はい、まあ、実はこれ、 あ安全ではないんですけどでもその安心感があるんで引き出しをしない取り付け騒ぎにならない。 ととといいううここで安定してるるありますねなるほどさあ、そしてこの先の話なんですけれども、ちょっとだけさっきも話があった FOMC、まあ、アメリカの中央銀行に当たる FRB ・連邦準備制度理事会の金融政策決定会合、えー、2日からということで、まあ、日本時間だとね、き、え、ょ、ー、の夜からということになりますけど、まあ、この見通しだったりとか、あるいはその先、どういったことがリスクとして考えられますかあのー まさしく中央銀行 FRB が悩んでいるのは、えええー、インフレが非常に根強い、粘着性がある、うん、引き締めを続けなければいけない一方で、はいえー、今回の s v b 破綻、うんえー、FRC のようにあの、はい、引き上げ、利上げをし続けると、うん、こういう破綻が起きやすくなると、うん、この2つをバランスしながらどう動いたらいいのかと。 えー、あまり早く利上げを止めるとインフレが収まらない、逆に早すぎて利上げばっかりやってると銀行破綻が続く、う,うまい、いいあんを見つけなきゃいけないということで、今回は利上げしますと、はい、6月はどうするのかを市場が何らかのメッセージを求めてるっていうのが今の状況です、ねあ。これねあのー アメリカは今、今まで相当利上げしてきましたよね。はい、でもやっぱりなかなかそ、利上げだけだとインフレを収めるには、これ、つらいと。うんええ、これ、ところが財政の方っていうのは、なかなかできづらいですよね。そうなんです。で、そこにもう一つ大問題があって、はいえー、アメリカの債務上限問題。お<ー>で、けさ、はいえー、イエレン財務長官が、うん 6月1日に、財政の資金が枯渇する。つまり、負、えー、債についての利金が払えなくなりますと。うん、事実上の破綻。 まあ、ありえない事態なんですけども、はい、それが違う、だから早く債務上限を上げてくださいと、はい、いうことを議会に言っていると、<ー>だから FRB は、はい、まあ今回上げるけど、6月に関して、ええ、そういう債務上限問題も抱え、ええ、金融、銀行の問題も抱え、んそんなに積極的に引き締め、もうやりたくないというのが正直なところ、しかしデータを、先週の,あの消,費化消費支出を見ても、はい 4%だいたい鈍化してるんですけど、ええへへ依然2、2%目標よりもかなり高い、うんこの狭間で非常に悩んでると思いますね、はい、ほーでこの債務上限問題ですけど、まあ、アメリカの場合は追加、ね、もう,う交際を出すこう水準というのが決まっていて、これ、法律というか、通さないと上限は上げられないと、はいであの、毎年揉めてるような気がするんですけど。でで実は 毎年揉めて結局上げるじゃんと<え>だ大丈夫だよねという雰囲気が市場にあるんですけど、はい、今回は結構違っていて共和党というのは会員をわずか4議席で過半数を取ってるんですよ、えーはい、ただ、えー、この債務上限の引き上げに対して共和党内でも反対している議員が。はい 10人から20人ぐらいいると言われてです、ね、<ー>であと国会にねじれてますから、はい、会員で可決された共和党案は民主党が反対するんでん上院、下院でねじれてると<ー>だから今回はなかなか決まらない、はい、ギリギリまで収まらない可能性が大きくて<ー>ちょっと混乱を、はいえー、5月の中旬以降、うん、金融市場がむしろこの地銀問題というよりも債、はい、務上限問題に 移っていく可能性があるんじゃないかなとっ、うん、そっちがメインのリスクシナリオ5月中旬から、はい、月末まではむしろ債務上限の方が市場の懸念材料になってくるんじゃないかと思います、ね、あはあ、市場の格言にセルインメイって、ね、イイ5月に売れ, <laughs> 売れてありますよねなんかやっぱそういう巡り合わせになってきちゃうニュース七島滝でしたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです 岸田総理大臣がアフリカ歴訪2カ国目のガーナに到着。岸田総理大臣は昨日、アフリカ歴訪2カ国目となるガーナに到着しました。日本時間の今日、アクフォアード大統領と会談します。共に国連安全保障理事会の非常任理事国を務める立場から、ロシアによるウクライナ侵略への対応や国連安保理改革について意見交換するとみられます。 先月29日から今月5日までの日程でエジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークとアフリカ4カ国、さらにはシンガポールを訪問する予定となっております。 まあこの一連の、ねえー、アフリカ歴訪、狙いはどういうところにあるとキーワードはグローバルサウス、ウス今回の G7 の首脳会談で、はい、やっぱりこのグローバルサウスが中心になって、いろいろ議論されるとで、グローバルサウスってよく聞くんですけど、これ、必ずしもあの地理的に南の国と、はい。 うん、いうことではなくて、<ー>あの、グローバルっていう言葉がついてるんで、むしろ、その、なんていうんですかね、えー、貧困層第三世界、えー、的な国々を、はいえー、一体化して表すんですけども、やっぱり近年 G7 での反省点としては、はいうん その自分西側の価値観を押し付けるような形で、はいえー、むしろこういったあのグローバルサウスこれからますます影響力を持つ国々が、うん、どちらかというとロシアとか中国に、えー、歩み寄っていた反省点特にアフリカなんかがそうですね、はい、したがって G7 ではそういった国々グローバルサウスを取り組むと G7 ではインドインドネシアも招いて えー、G7 とグローバル・サウスの連携強化を強める、まあ、その一環で今回、G7 に招いていない、まあ、特にアフリカ諸国を、はいえー、訪問して、えー、そこの関係も、えー、構築していくっていう狙いがあったんだと思いますねもともとやっぱりそういう国々あの、中国などはかなりインフラの投資とかもやってましたもんね。 危機感を持っていてい、えー、去年、えー、バイデン政権がアフリカ諸国を何十か国かワシントンに招いて、うんえー、アフリカ会議,会議を、えー、開催してるわけですね。ですからやっぱりその西側対東側って言うと変ですけども、えー、やっぱりその真ん中の中立国を取り込もうと。 ってていう動きが活発化してますねうんその辺でも、まあ、かつてその民主主義をっていう話がありましたけど、うんはい、アフリカの国々の中には、独裁に近,い近かったりとか、うん、まあ権威主義的な国家っていうのも結構あると、うんはい、今までだとそういう意味じゃ手出し,しづらかったですか あの手出ししづらいというか、えー、あの拒絶してた部分があってわれわれの価値観が正しいんだとわれわれの人権を重んじろというような感じで接していたんだけど、はい、今回、ですね、えーえー、おそらくあの発表されるかどうかあれなんですけど G7 で取り上げるテーマっていうの一つの中に、はい、多様な価値観っていう項目が入ってるんですね。これは あの反省に基づいて西側の価値観をすべて強制するのではなくてそれぞれの国にはそれぞれの価値観があってそれは重んじましょうとただ、ルールベースの経済えあるいはその力でよるえその土地を取り上げるとかウクライナみたいな問題をこういうのはやめましょうねとただ一方的にアメリカとか日本がその人権などの 価値観を押し付けるのではなくて、そこは共有していきましょう。っていう,うまあ従来の姿勢とはだいぶあのー、南下してまあ。ここもロシア。<ー>中国と西側が、はい、まあこういったグローバルサースの国々の。 取り合いですよね。んうんうん、まあ、そういうことから、えー、そういう話が出てるんだと思いますけどね。なるほど。いや、そのね、民主主義の、まあ、ある意味の、こう、価値観の押し付け的なところって、えー、バイデン政権、民主主義サミットっていうのをやってるじゃないですか。えー、で、あれ結構、シンガポールとかも含めて、えー、うちそう言っても、民主主義で加われると入れないんだよね、みたいな、トルコとか、そういう国が出てきちゃってますよね。これ、あのそうなんですよね。えーあの な,んとなくあの広い枠組みでの民主主義ならいいんですけど、はい、アメリカの民主主義とか、うこういうものを押し付けるんで、やっぱりそこは違うよねと<ー>でそ、そこは日本がうまいんですね、外交は。はい、アメリカは俺たちの考え、こうなんだから、聞けと。<laughs> 日本はどちらかというと、そこはうまく相手の国の,あの立場などを理解した上でうまく取り込んでいくっていうのは、やっぱり外交面です、そこは日本が。だから今回の岸田総理のアフリカ訪問っていうのは、非常に意義あるものだと思いますけどね。あーだそれをに持って,いって で,はい、で、アメリカとかも含めて、まあまあ、まあ、まあ、うまくやっていきましょうと、やりましょうと、まあ、当然、これはアメリカも理解した上で、日本が言ってると<ー>で、これはアメリカも支持してると、だからアメリカも少し反省って認めないまでも、やっぱり自分たちのこの押し付け姿勢っていうのは、ちょっとあまり功を奏していない、うまくやっていかなきゃいけないっていう反省っていうのは、絶対アメリカ政府にはありますね。 なるほどまあその辺日本は橋渡しもできるしとそうなんです特にアジアの橋,橋渡しというかアジアをまとめるのは日本はもう一番ベストなポジションにいますからでアフリカもちょっとアメリカはなかなかねフットワークが軽くないんで、はい、そこは日本が補うまあ G7 議長国として日本がフットワーク軽くいろいろまとめようとしてるっていうのは非常に今回僕は日本の、うんえー、G7 をまとめる役は非常に 効果があって、えええー、評価すすべきもんだと思いますけどね。でこれ、えー、歴訪を続けてシンガポールまで行ってで日本に帰ってきたと思ったらその後お7日、8日あ岸田さん、韓国に行くんだ、はい、ということも報じられてますがこれ,はこれはあくまでも僕の推測なんですけども先月、ユン大統領が日本に来て、うん ね、G7 でまた来るんですよ、ね、ああ、そうか、オブザーバーでそうすると、2回連続で来ると、はい、韓国世論からすると、なんだ、俺たち、なんで2回も行かなきゃいけないんだと、お<ー>日本の古分なのかと。 いう、ちょっと批判が出かねないので、前回来ていただいたんで、今度は日本が行きます、ということで、なんていうんですかね、あの。ああ、貸し借りをなくすような感じの。そういう感じでの、あの、動きじゃない。で、だからこれまた日本のフットワークの軽さを、あの、象徴して、うまくそこで G7 を取り込んで、韓国にも配慮するという、まあ、日本の繊細な外交、ええ、な、あの、 以降が伝わってくるるようなな気は僕は僕しますけどねなるほどねほいやここで韓国に行くってことは、うん、またそのね、えー、いろいろお、いわゆる先週の募集校の話であったりとか、はい、また譲歩するのかというようなね、心配する人たちも出てきますけど、これ、じゃあ、あんまりその中身っていうよりは、行くことそのものが目的ですかだと思いますねあの、対等なんですということを韓国世論に、決してユン大統領あの、支持率高くないですから、はい、やっぱり、はい そこは日本側が配慮してこの間来てくださったので今度は我々が行きます、G7 来てくださって,このなんていうかシャトル外交、はい、これを証明しようということじゃないいかと思いますねうんさあそしてもう一つ用意していたニュースはウクライナの情勢について反攻、えー、の準備かということで先生230台が到着したと、えー、いうことが出てきております。まあ、このの、ね、の、えー、ウクライナ情勢ものサミットの中では大きな 議題になってくると思いますけれどもどもう見たがいい G7 ではおそらくウクライナへの支援を、はいえー、継続そのサポートをあ、揺るぎないサポートを表現するというところでとどまると思うんですけど、はい、今回、普通、軍事的に考えればこういった反攻、はいえー、を発表すること うんうん、手の内を明かすようなものでおかしいんですがもうすでに<え>、えー、一般的に、えー、この春の構成っというのがもう出,出てますし、うん、ロシア側も当然分かってるんで、はいるので別に隠してもあんまり意味がないと。でむしろそれを 大々的に発表することによってロシア兵の士気が下がれば効果的ではないかというところとおそらくこれは裏のストーリーとして重要なのはあの一連のアメリカの情報漏洩がありましたあれを見てるとやっぱり欧米側のこのウクライナ支援が揺らいでるっていうのが浮き彫りになったと。でですからゼレンスキー大統領としてもここで 一定の成果、はいえー、結果を少しあの別に完全勝利ではないですけど、うん、ある程度、陣地を取り返して西側の支援が功を奏しているということを見せないと、うん、今後の支援のあり方、えー、が揺らいでむ,むしろ欧州側から交渉に うんえー、押し向けるような声が強まってくる可能性があるんで、停戦交渉そうなんですね、だから、うん、ゼレンスキー大統領としても、ここは正念場、うんうん、ぜひともこれはうまく、あのーあのーまあ、結果を出すと、うん、いうことが求められてるんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど、こういうメッセージというのも情報戦の一環。一環ですなるほど えー、ということで、えー、今日のおはようニュースネットワーク、岸田総理大臣のアフリカ歴訪、そしてウクライナ情勢というところをお話しいただきました。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。スマートフォン決済のペイ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 カード以外のクレジットカードの利用を8月から停止へ。 スマートフォン決済のペイペイは昨日、他社のクレジットカードの利用を8月から停止すると発表しました。今後はペイペイが発行するクレジットカード、ペイペイカードのみを対象とします。 えー、登録済みの他社のクレジットカードは今年8月1日に解除される予定ということであります、まあ、ただ、PayPay カード、ペイペイカードゴールド会員それから銀行口座のチャージ現金チャージを利用している場合は影響はないいんだととううことのようですまあ当初の戦略としてはなるべく多くの利用者を、はい、あの囲い込んでん、えー、その事業を広げようという戦略があったと思うんですけどそろそろそれがある程度 えー、増えた分、今度は客、うん、顧客の絞り込み、囲い込みという戦略に移っているんではないかなというふうには、えー、思いますけれども、うんあの、もう一つ、これ、ペイペイとは直接関係ないんですけれども、はい、伏線としては、日銀によるデジタル円。はい 通<貨>デジタル通貨という動きが少し見えてきているので、うん、正式にこれを発行するかどうかというのはまだあの不透明なんですけども、はいえー、各国中央銀行がやはり自国のデジタル通貨の準備をしていると<ー>でその時にこういったペイペイ、えー、業者みたいなものが一つ絡んで 来るんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけどね。なるほど。これね、あの前の総裁の黒田さんが、はい、本当退任直前の講演の中で、はい、あの入れ込んできて、はい、おっ,っていうふうにね、はい、一瞬反応した時期がありました、ね、あの実はデジタル通貨のその、はい、議論というか準備っていうのはもう2年前から、うん、えー、その欧米日本を含んで。はい やってきていてきい、うん、それがある程度、あのー、形づいたというところで、うんはい、じゃあこれをいつ発行するのかあるいはしないのかっていうところに来ていて、うんまあ、おそらくいずれ中国がデジタルあの人民元をやっている以上欧米、日本を含む西側もいずれ、はいえー、やらなきゃいけないと。 いうところで少しそこが近づいてきてるのかなっていう雰囲気があります、ね、うんでこれ、まああの、日銀がこうデジタル円なりをこう発行すると、うん、でそれをこうじゃ直接、決済のやり取りに使わせるっていうよりはこういうところをスマホ決済業者を ある意味銀行のように間にかますとてことじゃないかと僕は推測してるんですけど直接日銀が発行するっていうところによってはいろんな問題とマンパワーの問題もあるし日銀が何かアプリ作ってデジタル円これで決済してくださいねみたいなことそれでアプリが不具合になると大変な混乱が起きますからものすごい信用問題になっちゃいますからだからそのインフラがもうすでにできてるこういった栄光みたいな業者のシステムだから彼らに発行する ことによって、はい、ええー、まあワンクッションを置くっていうようなイメージで動いてんじゃないかっていうふうに思うんですけどもね。これまあそうするとね、あのデジタル通貨のこう利点としてその決済とか資金移動に関わる、うん、お手数料とかがほとんどいらないし、はい、即時できるようになるんだっ、えー、そうなんです。でそこの動きに関しては、えー、メガバンクも動き始めていて、えー、三菱 UFJ 銀行が、えー、その店頭での 送金の,あの値段を、はい、まあ900円っていういわゆる振り込み手数料そう上げるわけですよね、ただそのままインタ,インターネットインターネットというかあの、はい、デジタルバンキングでの送金は据え置きということでやっぱりこれ、顧客をそのアナログからデジタルに移行させようとしている動き。はい だからあの直接は関係ないんですけど、すべて含めると、やっぱりこのデジタル通貨への移動、移行の前段階じゃないのかなっていうふうに、個人的には推測してるんですけどね。なるほど、まあ、今は一応、通貨発行量とか、ほとんどがもうデジタルデータ化されてるとはいえ、それが前提になってますけど、もうその辺も全部数字で管理しますからねと、まあ、必要な紙幣はちょっとだけ出しますみたいになっていく。はい だんだんそういう方向でいくと思いますけどね最終的には私兵ってなくなっていくんですか最終的にはそうですあのスウェーデンを見ていただくと、<ー>もう私兵は全く使わないですよね、うんなので、で一応あの、議論になったときにも、やっぱり私兵を使わないということは、はいあの、いわゆるコロナのような、あれもせ接触がないから。とい,、はい、いうことも含めて、いろんな意味で利点があると,とな,なるほどね いや確かにうちの子供なんかも、紙幣とかお金って、本当、機械を作らないと、効果コインとか使わないですもんね。使いう,ねうん。ちょっとわれわれ世代は、置いとけぼりにい,、はい、いや、ちょっとやっぱす、すでにね、子供たちは適応しちゃってるかもしれないですよね。 実際のトレンドにもう入ったとといいうことだと思います、ねうん、スマホ決済デジタル決済今日のキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ <noise> G7 デジタル相会合閉幕信頼できる AI 推進へ共同宣言 群馬県高崎市で開かれていた G7 先進7カ国のデジタル技術省会合は共通,ルル共通のルールに基づいて個人情報の保護や偽情報に対処した責任ある AI、人工知能の推進を掲げた共同声明を採択し閉幕しました。また対話型 AI サービスチャット g p t に代表される生成 AI については G7 が継続的に議論する場を新設することで合意しました。 えー、このデジタル相会合を信頼できる AI、まあ、チャット GPT ってこのところね、話題になってますからね、はい、あのこの前哨戦じゃないですけど、伏線として、はい、あのオープン AI の社長、サム・アルトマン氏が、はいえー、先月訪日して、うん、総理にも会ってるとまあこれはあの確信じゃないんですけども、おそらく、AI うんうん、オープン AI 側から。はい あのその訪問を要請し、うん、狙いとしては、ええ、やっぱり G7 議長国である日本、うん、そしてこの,あの生成 AI 技術に比較的寛容というか、うんえー、オープンな、はいえー、国の姿勢でおそらくオープン AI などの企業は G7 の場で、うんえー、規制ばかりしかあの議論する。 欧米と異なりもう少しバランスが取れた議論をしてほしいということを、はい、おそらくその日本側と話したとでそれを受けて今回のデジタル、えー、技術省、えー、会合での合意した6つのテーマを見ていくと、はい、例えば自由でオープンなインターネットの推進 えー、信頼性のある自由なデータ流通の促進、はいえー、経済社会のイノベーションと新興技術の推進、うん、こういう進めることのポジティブな結構議題というか合意が多いのが目立ちますすよねね確かにそうです、ね、やっぱりこれは日本の一つの役割で、日本の法律自体、まあ、著作権とかそういった AI の問題って って言われてる法律の規制がいく分緩い面こういった技術を取り入れやすいかつ日本としてはまあデジタルこの競争の中でこの生成 AI というのは一つ何て言うんですかね遅れを取っていた日本としては。 そのの仲間入りというか入れる余地があるので結構、政府としては積極的に推進している姿勢がえ目立つという印象ですねうん確かにあの特に、ね、ヨーロッパはこの著作権であるとか<あ>こうデータを無制限に取られることに対しての危機感というのは強いですもんね実は、えー、と先週この生成 AI 技術に、えー 直接関与してるアメリカのベンチャー投資家と結構話したんですけどもやっぱり彼は今日本にものすごい注目していてやっぱりその政府間レベルでこういった新技術を、えー、あの最も受け入れているのが日本ですからその事業を展開するあるいはあの技術促進を展開する中で、うんはい、やっぱり日本がリーダー的な役割 特に議長国である、<ー> G7 議長国である今年、はい、うんえ非常に日本のリーダーシップというか、えー、その役割に期待しているものが大きいみたいですね。はあ、このね、やっぱり生成系のものであるとかって、言語の壁が大きいんじゃないかみたいなことが言われていて、うん、その分、日本って遅れを取っちゃうんじゃないのみたいなことも言われてましたけど、そ、うん、そんななこともなさそうです、ね、あの逆に規制面でいうと、日本はそこを先取りできる。 であの岸田総理がそのオープン AI の社長と会った後に会見したときは、やっぱりポイントは、AI の利点を最大限生かしつつ、リスクを最小限にする、この議論が、多分あのその生成 AI 企業からの要請でもあり、日本政府の立場でバランスのとれた技術、もうツールとしては僕、僕個人の意見は、これ、インターネットが初めて、 出回った以上の革新技術で我々の生活が根本的に変わる技術だと思ってますのでこれもう避けられない AI がいいか悪いかという議論はもう愚問でいかにこの技術をあのよく使い利用していき リスクを減らしていくかという議論に早く進まなきゃいけないんじゃないかなと思いますねこれ、ほっとくとやっぱり、ね、規制が緩いというか規制なんかせずにやれちゃう覇権主義的な国がどんどん進んじゃう可能性もありますか、まあ、そこは今回の日本の役割としても規制,緩い規制を緩めましょうではなくて、はい、あのちゃんと規制を設けなければいけないところは設けしましょう。例えば今回の,あのデジタル会 会合での合意テーマの中には、はい、デジタル市場の規制政策っていう項目が一つ入っているんですね、はい、やっぱり規制すべきところはしましょう、うただ、規制ばかりの話ではなくて、はい、そのは促進、発展するところはさせ、うん、規制しなきゃいけないところは規制するって、この議論を国際的に枠組みを作りましょうっていう姿勢は僕は全く正しいとは思いますけどね。あこの辺のの辺規制の中には そそれこそ AI 兵器だとかそういう自立兵器的なところ、ね、そういうところは規制しなきゃいけないんでんだから、その規制すべきところは規制する、えー、育てるところは育てると。 一つだけこれに関して、僕はこの AI 技術は全く推進すべきだと思うんですけれども、はい、まあこれがえ広まったら、おそらく工事アップで僕の出演は必要なくて、AI が代わりにやってくれるんじゃないかなと、<laughs> いやいやちょっと寂しい思いはあるんですけど、ね、<laughs> それを言ったら,アっらた、<laughs> たらアナウンサーだっていらないみたいな、AI と AI が対話するみたいな、恐ろしいような、なんというか、その分、早起きしなくて済むことは、<laughs> そうな、ね。別の仕事探さなきゃなみたいな。<laughs> そういう経済生活になってるかちょっと、ね、<laughs> いやそういう意味でも社会全体が変革すると全く根本的に変わると思います。十年後は全然違うです。 社会にななってるかもしれいですね良くも悪くも良くも悪くもいや本当そういう時にじゃ生きる意味って何だとかそういうことになってくるかもしれないですよねだから働くために生きるじゃなくて生きるために働くっていうところに視点が変わるのかもしれないしうんより頭を使うとか哲学とかそういうとこにあるいは AI に雇われて AI に指示されて動くのかなそうですよね分からないですけどねでも感と はい、ちょっと恐怖感もありながらそう,、ね、あのそういう意味ではだからあの AI を、まあ、活発な議論をして育てていくっていうところが重要な今回のポイントだったんじゃないかなと思いますねうんうん、えー、デジタル賞 G7 デジタルショ脳会合について AI そして、えー、この社会というところまでお話をいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた。今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田工事の OK 工事アップ、東京有楽町日本放送で、月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。